皆さん、こんばんは。うくせめ支持率ナンバーワンのピアノ教室でございます。子供たちは楽しい音、リズムに興味津々です。絵本の読み聞かせがピアノレッスンには効果的と言われています。楽しくドレミの音名で歌いながら、よく知っている童謡や手遊び歌を歌いながら弾くのが一番です。幼少期にピアノを学ぶことで聞く能力、絶対音感と相対音感も徐々に身につくんです。日頃いろんな曲を弾くことで、あ、これはどうかな、みかな、そうかな、などとドレミの音が理解できるようになります。子どもたちのよく知っている曲を楽しく歌いながら弾いてみる。さんのひつき、などといろんな曲を楽しく歌いながら弾くこともとっても大切です。ブンブン、蜂が飛ぶ。鍵盤の数、通常アコースティックピアノは88弦あります。黒鍵と白鍵を合わせて88弦ありますが、小さなお子様なら、電子ピアノやキーボードで楽しく歌いながら弾くことも可能です。幼児期は音やリズムを楽しむこと。おもちゃのチャチャチャや猫踏んじゃった。簡単で楽しい曲を歌いながら弾くことも幼児の導入には大切になってきます。アンパンマンやすみっこ暮らし、ディズニーの曲、弾いてみたいアニソン、童謡、手遊び歌、何でもちょちょいのちょいで弾けるようになります。特に独譜、初見力を少しずつ身につけることで、難しい曲も表現豊かに弾けるようにもなります。ただ幼児のお子様は楽しくリズムを体感する。いろんな音やリズムで楽しく触れさせてあげることも大切です。それではまた。当ピアノ教室では3歳のお子様からシニア、大人の方まで対応できる自信がございます。コードネームの仕組みに多彩な音楽用語に速度記号、
表現力も楽しく学びます。お客様今日のメニューは何なさいますか？などと、子供たちと遊びながら学ぶことも、特に夏場は暑くなり、集中力が子供たちも少なく低下します。励まし、勇気づけて、共に、この曲って楽しそうだわ、これは何をしている感じかな、などといった想像力を養うことも大切になってきます。弾いてみたいアニソンから季節の曲、童謡手遊び歌、何でも初見で弾けると演奏の幅も広がります。それではまた。